砂への侵入者たち。俺ってばカカシ先生を追い越しちゃったかもよ。何言ってんのよ、偉そうに。にしても腹減った。そういやまだ帰ってきて一楽ラーメン行ってねえってばよ。私はあんたと出会う前に食べたけど。おい、ナルトじゃねえか。近まる。こいつ、あのチビか。お前今帰ってきたのか。なんつうか変わったか。おい、いや、全然変わってない。やっぱり。ところで、そちらもデートですかい。冗談はよせ。就任試験の打ち合わせで木の葉へ来ただけだ。で、試験の係になった俺が砂の使者さんを里のご案内ってわけ。あ、で、お前どうすんだ。俺らと同期で中任になってないのお前だけだぜ。え、ついでと言っちゃなんだが、ネジと勘九郎とこの人はもう常任だ。はあ、ガーラに至っては風影だぞ。すると何か、俺に職権を悪用させて就任試験におめえを紛れ込ませろと。だってよ、就任試験の受験者ってもう決定したんだろ。来年頑張るって思考はねえのかよてめえには。近丸、こんなやつ相手にするな。就任に必要な力さえあるか怪しいの。一言聞き捨てなんねえぞ。それって思いっきり侮辱だってばよ。こうなったら俺と勝負しろ、しかまる。中人以上の実力があるって証明してやる。もし俺がしかまるに負けたら、そん時はすっぱり中人試験を諦めるってばよ。どうやったらそんな考えできるのよ。しかまるもこんなの相手にしないでね。面白い。その勝負、受けてやろうじゃねえか。ちょっと、勝手に決めちゃっていいの？これ以上説明すんのもめんどくせえしよ。ナルトを潰して、この話をチャラにしたいのさ。じゃあ、これで決まりだ。しかまる、場所は演習場でいいな。ああ、好きにしな。よし、これで火影に一歩近づいたぜ。待ってろよ、ガーラ。
やられて言うセリフじゃねえぞてめえら。つうか何なんだよこいつらよ。なんかナルトを恨んでるみたいなの、ほんと迷惑よね。女てめえもだ。嘘、やだ。死ぬほどぶん殴りやがってこのバカ力ゴリラ女だと。なんなら死ぬまで殴ってもいいのよ。やめとけさくら。で、あんたらも諦めたらどうだ。俺たちこう見えても木の葉の忍びだぜ。そっちに勝ち目はねえんだよ。うっせえ。この先何度でも襲撃してやるから覚悟しねえ。ふん、いつでも相手になってやる。しかもる、行くぜ。やれやれ、お前とつるむといっつもこれだ。Yeah!
お前正気か？今さら受験者の追加などできないぞ。心配すんなって。俺が勝てば済む話だ。七面倒くせえ説明より、あいつは力ずくの方が聞き分けいいんだよ。確かにな。だが力勝負を受けたのはそれだけか？お見通しってか？ああ、修行の成果とやらを確かめたくてな。気持ちはわかる。しかし負けた時はどうする？そん時あんたに期待してるぜ、砂隠れの常任さんよ。ほざいてる。しかまる、いつまで手まりとイチャついてんだってばよ。勝負の合図、さっきから待ってんだぜ。こいつは悪かったな。じゃあ、ぼちぼち追っ始めるか。いつでもいいぜ。どっからでもかかってきな。修行の成果、たっぷり味わってもらうぜ、鹿丸。やろうよ、影縛りの術。